個人批判をするつもりはありませんが、日本のゴールキーパーのレベルは世界と比べてどうですか？コスタリカ戦、前回のコロンビア戦の壁を通されたフリーキックなどなど、うん、今回は片手で取りに行けばよかったんじゃないか。まあ、権田選手、ね。まあ、もうその通りですよね。キーパーってやっぱサイズがね、かなり重要視される中で、まずサイズのディスアドバンテージが、まあ、日本のゴールキーパーにはあるんで、まあ、もちろんそういう歴史的に見ても差はありますよ、うん。でもそれでもめちゃめちゃ追いついてきてるっていうのは間違いないんでね。差はあるけど、頑張ってる。で、まだもっと頑張らないといけない。で、埋めるのがものすごい難しいポジションでもあるかもしれないですね。